はいどうも、毎度おなじみ教育第一店の井ノ口です。どうもこんにちは。このチャンネルでは塾経営者や塾講師の方に非常にためになる、そういった情報を提供しているチャンネルになります。今回は夏期講習の夏、この夏非常に大変で倒れる方もいらっしゃるかと思いますが、そういった方にね、結構体が楽になるような、そういった魔法の対策があるので、ぜひそちらを紹介していきたいと思います。この動画を見る前に夏の対策どうしてるのか、塾の先生もしあればコメントをしてください。そしてね、今回紹介する商品とかは全て概要欄にねリンクがありますので、そちらから購入していただけると嬉しいです。またいつもね、生放送で塾の先生のためになるような話めちゃくちゃしてますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。まずね、夏休みね、皆さん忙しいかと思います。忙しいんですけども、休むことができない、そういった辛さがあると思います。そこでね、なんとかこの夏を乗り切る方法を伝授したいなと思います。これはね、僕の実体験も含まれてますので、ぜひ皆さん参考にしていただきたいなと思います。まず余談なんですけども、僕はですね、井ノ塾という塾を経営してまして、最初の3年か4年はちょうど夏休みの食事に対してすごくチャレンジをしたんです。どういったチャレンジかと言いますと、1年目はカップラーメンコンビニ弁当生活、2年目は外食生活、3年目は自炊生活、こういった3年チャレンジで対策を取ったことがあります。で、毎年毎年ね、どういった辛さがあったのか、そういったものを経験してみました。めちゃくちゃしんどかったです。そういったね、ちょっともう実体験の中でも変わった考え方で経験してますので、ぜひね、興味を持った方はね、参考にしてください。それではまず、この夏乗り切る一番重要なこと、それは睡眠です。僕もね、最初の頃は若さゆえにいろんな仕事をしながら、そして塾の指導もしながら、めちゃくちゃ大変だったんですよ。で、1年目の時にもう3時間4時間ぐらいしか睡眠しなかったんですよ。さすがにね、僕ね2回ぐらい倒れたので、そのため一番しなくてはいけないのは睡眠です。ただ睡眠と言ってもね、寝れない方、寝ても睡眠が浅い方いらっしゃると思いますので、僕の対策をお伝えしたいと思います。僕はね、寝るのはめちゃくちゃ早いんですけども、寝ても深さがあまり出ないんですよ。そのためアイマスクや耳栓をしてるんですけども、もう何個も使ってて、寝てる時にね、アイマスクしてると耳が痛くなったりとか、耳栓してても耳の中が痛くなったりとか、もう非常にねしんどかったんですよ。でもそれをすることによって睡眠がかなり深くなったので、おすすめの耳栓とアイマスクを紹介したいなと思います。まずアイマスクはこういった全体に目を覆うような、そして耳まで覆うようなアイマスクをおすすめしたいなと思います。どうしてもね、寝てる時に耳が痛くなったりとかするんですよ、普通のアイマスクだと。ただ耳全体を覆うことによって少しね、耳栓代わりにもなりますし、あとはやはり日光が全然入らなくなります。カーテンを閉めててもやはりちょっとね、明るかったりとかするのが気になる方、そしてそれで起きちゃうことやっぱありますよね。なんでこういったアイマスクを紹介したいなと思います。次に耳栓ですね。耳栓は2種類紹介したいなと思います。今使ってるこの耳栓はもう寝る用の耳栓になります。ちょっと高いんですけども、結構いい耳栓ですね。ただこれは全く聞こえないわけではなく、セミの音が静かになるかなぐらいのレベルです。イヤホンをつけてるのとそんなに変わらないので、無音にはなりません。セミの声がちょっとちっちゃくなるかな。そういった朝で起きてしまう方はおすすめです。これね、寝返りを打っても全然痛くならないので、僕は結構おすすめなんですけども、ただ音は全然消えないので、もっと消したいっていう方は、このモルデックスのメテオというものをおすすめしたいなと思います。ちょっとこれ大きめのやつなんで、ちっちゃいものもあるんですけども、おそらくこれがおすすめかなと思います。もしね、ちっちゃいのがいいなっていう方は、これのモルデックスというもののちっちゃいバージョンもありますので、そちらをおすすめします。ただ、メテオというものは寝てたらもうほぼ無音になります。ただね、耳が寝てる時痛くなったりとかするんですよ。なので僕はやめました。また消耗品なので、1日ごとに変えてくださいっていうことなんですけど、1週間に1回ぐらい僕変えてました。結構ね、8個あると言ってもやはり結構お金を使うことにもなりますので、試しにっていうのでは使ってもらうといいかなと思います。まずは睡眠ですね。ただやはりストレスで寝れなかったりとか、夜中起きてしまったりとか、そういった方もいらっしゃると思います。そういった方は僕は漢方薬を飲んでます。漢方薬飲んでても気休めかなと僕は思ってるんですけども、一応あまり寝れない日が続く日は漢方薬を1週間ぐらい飲んでたりとかします。一応その漢方薬はこのサイコカリュー骨棒冷凍っていうやつですね。どういった役割をしてるのかっていうのは詳しくは僕は分かってません。ただこういったものを買って飲んでいます。
次に2つ目、さっきね僕の話を言ったと思うんですけども、2つ目は食事です。食事にこだわってみてください。夏はね、僕のおすすめなのは豚肉、免疫力がつく納豆やオクラ、こういったものや野菜を摂ったりとか、かなり食事に気をつけています。よくありがちなのがやっぱりカップラーメンですかね。ラーメン系とかは夏は全く食べないようにしています。まあ土日はね食べたりとかもするんですけども、なるべく平日は、塾がある日ですね、は食べないようにしています。あとは最近おすすめしているのが、僕は毎日飲んでるんですけども、アミノ酸ですね。疲れにくい体、やはり疲れないっていうのはね難しいんですけども、ただ疲れた時の疲労回復、こういったものがアミノ酸が使われるそうなので、僕は去年の夏これ飲んだらめちゃくちゃ良かったんでおすすめします。オレンジ、グレープ、マンゴーと3種類あるんですけども、オレンジ酸っぱくて美味しいです。これ生放送でも紹介したんですけども、非常にいいので、ぜひね購入していただきたいなと思います。毎朝毎晩2回に分けて飲んでいます。なので食事にこだわり、そしてアミノ酸などをしっかりと飲んで、体調をなるべく崩さないように、疲れないようにしています。水に関してもあまり冷たいものを飲まずに常温のものを飲むようにしています。冷たいものを飲むとなんか胃酸が薄まって、それで免疫力が落ちちゃったりとかするみたいなので、なるべく平日は常温のものばかり飲むようにしています。食事に関してっていうのもそこまでこだわってなかったんですけども、去年めちゃくちゃこだわってもらったんですよ、奥さんに。そしたらめちゃくちゃ疲れがねたまらなかったんですよ。もう1ヶ月全然なんともなかった。なので豚肉、免疫力がつくような食べ物、あとは野菜、炭水化物ばっかり食べるっていうのはやめた方がいいと思います。次に3つ目です。適度な運動が必要になります。やはりね夏は体力落ちてっちゃうんですよ。そのためにね僕は4月7月ぐらいになるべく体を動かすようにしてるんですけども、夏始まってからもやはり体力がどんどん落ちてってしまうので、僕は通勤にね自転車を使っています。車で運転してね行っちゃう方もいらっしゃると思いますが、歩くことだけでも全然違ってくると思います。なので適度な運動をすることによって、まあ、太陽の光も浴びながらですね、体にいいことをなるべくしてもらうといいかなと思います。僕もね健康志向なわけではないんですけども、ただかなり楽になったのでおすすめしたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ皆さんねそんなにね気にされてない、まあ自然にやられてる方もいらっしゃると思いますが、アミノ酸に関してはね結構良かったりとかするのでおすすめです。僕はね塾では結構水を飲んでるんですけども、水だけ飲むと塩分が足りなくなるので、そういった時にソルティーライチを飲んでたりとかします。少し塩分が欲しいな、そういった時にはね頭がやはり痛くなってくるんですよ。頭痛がして始めたりとかするので、なんでソルティーライチとかを飲んでなるべく塩分を取るようにはしています。僕はね脱水症状で一回倒れたこともあるので、なのでこういったもの対策取るだけでも全然違いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。もしね参考になったって方はぜひチャンネル登録、高評価、またコメントもぜひお待ちしております。それでは皆さん、バイバイ。